吉田さん、身の丈に合わない方がアクセスを集めやすいですね。昔ね、なんか YouTube の企画で EXILE のオーディションに45歳の親父が出たらどうなるみたいなのあったんですよ。でもう内容忘れましたけども、 EXILE のメンバー募集ってまあ滅多にないじゃないですか。でしかも28歳ぐらいまでが上限だったと思うんですよ。で28歳って言ってもね、もう多分もうダンススクールの指導者やってるぐらい、それからコンテストの経験も結構あって優勝みたいなのかましてる人ぐらいが28歳だと対象で、年齢が28なら何でもいいってわけじゃないと思うんですよね。その中で45歳の人がエントリーしたらどうなるか。当然28歳までなのに45歳の人がエントリーすると門前払い食らうと思うんですけども、やっぱり多くの人はそこにね、どうなるのかなっていうような興味を持つんですよね。まあだから身の丈に合わないのも一つのね、なんか方法であり、挑戦っていうのは身の丈に合わないことをすることかなと思うんですよ。まあ全部が全部身の丈に合わないとね、それこそ着る服がなくなっちゃいますんで、まあ普段はジャストインサイズで自分の身の丈に合った服を着るのは当然大事ですけどね。いってらっしゃい。